ヨシアス2、バルイコールピルモント、新衛隊大将新衛隊大将は、国家社会主義ドイツ労働者等の組織である、新衛隊の階級、SS オバーアグラパンフアラーの訳語の一つである。オバーアグラパンフアラーは、新衛隊に限らず、突撃隊、国家社会主義自動車軍団、国家社会主義航空軍団といったナチ党組織にも、存在した。 ドイツ国防軍の大将に相当する地位なので、SS 大将、SA 大将、NSKK 大将、NSFK 大将などと訳される。米英では訳さず、原文を用いるが、あえて訳す場合には、陸軍の階級故障を利用して、スジェンデルと訳される。新衛隊大将は、一般新衛隊に存在した階級である。新衛隊中将の上位。 新衛隊上級大将の会に位置する。一方武装新衛隊は、ドイツ国防軍と同様に武装新衛隊大将の位を使用していた。もっとも武装新衛隊大将には、一般新衛隊の新衛隊大将の階級も合わせて授与されるのが通例であった。一般新衛隊の新衛隊大将が武装新衛隊大将位を必ず所持しているとは限らなかった。 武装親衛隊と関係があると認められる一般親衛隊の親衛隊代償のみ武装親衛隊代償位が授与されていたようである。一方、警察業務にあたる一般親衛隊代償は警察代償の階級を同時に所持しているものが多い。一般親衛隊、武装親衛隊、警察の階級3つとも合わせて所持しているものも少なくはない。 この三者の階級の境界は曖昧である。ウルフェンシュタイン、ザニルー・オーダーに新英体大将として登場。ナチスへの忠誠心に満ち溢れた天才的な科学者。世界中をナチスの下へ従わせるため、一切の道徳を無視した非道な実験を繰り返し、最先端の凶悪な戦闘マシンを発明し続けていた。突撃隊大将は突撃隊に存在した。 階階級級ででああるるる突突撃撃隊隊中将のの上位突撃隊幕僚長の階に位に置する階級である国家社会主義自動車軍団大将は国家社会主義自動車軍団に存在した階級である国家社会主義自動車軍団中将の上位国家社会主義自動車軍団軍団指導者の階に位置する階級である国家社会主義航空軍団大将は 国家社会主義航空軍団に存在した階級である。国家社会主義航空軍団中将の上位、国家社会主義航空軍団軍団指導者の会に位置する階級である。ありがとうございます。